折り返した、抜けてきて武藤だ。からパス、フラタロもどうそこだ。武藤佐古の揃い踏み。それがみんなが追い越していくから迫力が出るし、やばいと思ったらみんなが戻るから守備も守れるし、そうやってやってきたし、ホームでサポーターもたくさん入ってくれるから。で、今日は立ち上がりから激しく戦う、バッター交代で構わない、最初から行く、十分なレストはあるから、OK、行きましょう。集合。この中に全部入ってる。勝ち点3を取るために改めて今日鍵を握ったとおっしゃってください。まあみんなで一丸となって戦うだけだと思います。はい。意味残るよな。出しやすい。あれあれそして初瀬フェイクを入れて浮かせてマテウス・トゥーレル。まず神戸が先制しました。シュート、ヤクブス・オビーク、斉藤の素晴らしいシュートを止めました。初瀬カット、武藤から初瀬、グランダーのボール、大迫だ。武藤、大迫の揃い踏み、クリムゾンレッドのエース2人で2対0。スルーパス、武藤が来た、シュートだ、東京育ちの武藤、今日2ゴール目。なんとヴィッセル神戸、前半で3対0。前線までこう運べるかどうかですね。セカンドボール、ゆるき、ゆるき、ゆるき、シュート、枠を捉えることはできませんでした。対してセカンドボール争い、ホイッスルはなりません。あ、なったか、ここで PK か、ハンドですかね。独特のモーションから見事に決めました。森重、塚川に出してクロス、ここはカットしました。ハンドか PK です。またしても PK。 逆をつきました。 FC 東京1点差。マテウス・トゥーレル、ここでホイッスルです。粘りに粘り抜いたヴィッセル神戸、勝ち点3をものにしました。ありがとうございます。しっかりと首位をキープしました。心境はいかがでしょうか。まだまだ何も結果は残してないですし、満足することなく、頑張っていきたいなというふうに思ってます。あんまり気にせずですね、一試合一試合頑張ります。ただサポーターのボルテージはどんどんこれから上がっていくと思いますが、これから改めてどんな姿を見せていきたいですか？そうですね、サポーターの皆さんとね、一体感持てるようにね、毎試合頑張ってきてます。はい、今後も期待しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。前半なんかも完璧だったし、まあ、ちょっと後半まだまだしたけど、こういう勝利を勝つっていうのも非常に大きいと思って、まあ、めちゃめちゃみんな走ったと思います。明日はイベントだけは練習ないというイベントしてお疲れです。よいしょ。